ミルウォーキーマイルはアメリカ合衆国のサーキット、ウィスコンシン州ウェストアリスに所在する全長1.00マイルのオーバルコースである。1953年までダートコースとして運用され、1954年に舗装された。バンク角がターン9.25度ストレート2.5度と非常に浅く、ナスカーの三大カップ戦やインディカーシリーズでの使用トラックではニューハンプシャー、 インディアナポリスに次ぐ全トラック中3くらいのローバンクトラックであり、ターン技術が試されるトラックの一つ。ラインはインに沿って走る、もしくは、それからマシン半台分アウトラインを走るぐらいの選択肢しかなく、基本的には先行者有利なトラックである。ピットは路面状態が悪く、出口がストレートの途中にあるため、ピット作業には注意が必要である。ミルウォーキーマイルは、 世界最古の自動車レース場であり、1903年以来毎年少なくとも一つ以上のレースを開催している。ウィスコンシンステートフェアパークに所在し、全米自動車協会、ユサック、ナスカー、インディカー等の主要な統括組織により認可されている。また、アーゴのような地域シリーズも開催されている。アルカレーシングシリーズインディカー、チャンプカーナスカーネーションワイドシリーズ。 ありがとうございます。